ルゴットです。皆さんポケモンは好きですか？これまで数々のゲームが発売されてきましたよね。それ今回は今年発売のタイパリメイクは2つのグラフィックが用意されている説について話していきたいと思います。では関係ないけど、最近起こったことをラップにしていくぜ。みんなも運動不足だからって衰えた自分には気をつけろ。最近運動不足すぎや、だから散歩を始めた。そこで起こった悲劇の内容、俺は嬉しい、その刺激も最高。そう、強がりも最初のうちはだけだった。ぼーっと歩いたらここはどこ？わかる情報一つ、ここは外。気づいたらうんこを踏んじゃった。かかとが靴ずれしてるよ、もう踏んじゃった。やっと目的の場所にやついてはいいが、両足はすでに大惨事。俺はすぐに帰った。そう、タクシーで今も足って。どういうことかったら最後まで聞いててください。今年発売のダイパリメイクは2つのグラフィックが用意されてる説。今年の冬に発売が決定してるポケモンダイヤモンドパールのリメイク、ブリリアンダイヤモンドシャイニングパールは、映像が公開された直後、ゲーム内のグラフィックがある意味予想外だったということで話題になっていたんですが、今このグラフィックについてある噂がネット上でされています。それはゲームの中で 2D と 3D の2つのモードに切り替えられるのではないかという説です。理由としてはダイヤモンドパールのリメイク制作をしている会社が関係しています。今回リメイク版を制作する会社はゲームフリークではなく、イルカという会社です。この会社が以前開発していたゲームの中にドラゴンクエスト11というゲームがあるんですが、このゲームが 2D と 3D を切り替えることができる作品になっていることや、他にも 3D グラフィックの作品があることからも、ダイヤモンドパールも実はグラフィックを変える機能が隠されているのかもしれないと言われています。いや、まあ公開されたグラフィックでびっくりした人は結構多くいたので、そうなったら嬉しいのかもしれませんが、ダイパリメイクと同時にポケモンレジェンズアルセウスが公開されたことを考えると、グラフィックを切り替える説の可能性は低そうですよね。ダイパリメイクは元の作品を忠実に再現するように作られたゲームで、ポケモンレジェンズアルセウスはより良いグラフィックを追求した作品だと思うので、多分ダイパリメイクでグラフィックを切り替えられるなら、レジェンズアルセウスは作らないのかなと思います。それにダイパリメイクが切り替えモードがあったとして、この前の発売タイミングでどうせ出すなら、すごいグラフィックの方が視聴者もまあ盛り上がりますよね。そう考えると僕個人としてはないのかなと思いました。まああったら嬉しいに越したことはないですけどね。まだいろんな機能とかも紹介されていないので、今後の情報解禁に期待しましょう。とまあこんな感じで、今年発売のダイパリメイクは2つのグラフィックが用意されてる説についてでした。ちょっとでも高評価しようと、チャンネル登録、そして高評価ボタンよろしくお願いします。では次の動画で、せーの、グッディー。